はい、こんにちは、僕です。新語やっていきましょう。今回はね、インド支部をちょっと目指して、この浅草のあたりにやってきております。待って、セリフが更新されてる悪魔がいるんだよな。あれ、これなんだっけ。もう貴様であるか。貴様のおかげで人間だったものの思念あるべきところに返すことができた。だがまだまだ反魂香が足りぬ。我は再びこれを2個頼みたい。ちょっとまあいいや、断っておこう。なんだっけ、反魂香と何を交換してくれたんだっけな。チャクラポットだったかな。まあいいや、ちょっとね、インド支部をね、取り急ぎ、目指していきたいと思いますね、今回は。待って、ここにね、ミーツがありますね。取り逃してたんで、ミーツ、ゲットしていきましょう。全くね、ミーツがないんで、すっからかんな状態になってしまいましたよ。なるべくね、ミマンも探して、ミーツもゲットしていきたいんだけど、なかなかね、見つからないんだよな、この大東急。待って、これどうやって取るんだ?ここにね、宝箱があるんだけど、これどうやって取るんだ?こっち側から行くのかな?うん、ありました。こっちの方はね、大国主のお捨て身。あんまり嬉しくないかな。うん、こっちの方はね、まだ探索が全く終わってないので、まあ、ちょっと探索しながらね、インド支部まで目指していこうかなという感じですね。うん、どうやって行くんだろうな。このね、向こう側に多分あるんだけど、これは降りなきゃいけないかな。これ降りたら戻っちゃうんじゃないかな。ここから、あ、奥に行けるのか。宝箱がある。ランダのうつせみ。待って、すぐそこにまた宝箱あるんだけどな。あれどうやって行くんだろうな。こっちからじゃなさそうだな。あれどうやって行くんだ。他に行ける場所あるかな。ちょっと待って、ここまで来るのちょっと大変だったんで、またあれかな、流血がもしかしたらあるかもしれないから、先に進んでおきましょうか、とりあえず。あ、やっぱりありますね、流血。とりあえず流血を起動しておいて、浅草の流血。うんで、多分ね、もうすぐインド支部の方には行けると思うんで、先に探索しておこうかな。こっちの方から行けたにはしないのか。どうやってこの上行くんだ?あー、ここから登れる足場がありますね。ここを登っていけばいいのか。何?君には女神がついているみたいだが、本当に世界を作る力は持っているのか?女神がついている。タオのことかな?タオのことを言っているのか?天の雑魚のことを言っているのか。うん、173体目の未満。あ、待って、またここに未満がいるな。あのね。浅草寺。入り口にある仁王像。高さは 5.45 メートル。重さは約1トンもある。豆知識だな。そんで、あとそこに誰かいるんですよね。誰だ?あ、チロンヌプだ。やあ、兄ちゃん。未満の居場所を知りたいんか。なら4万マッカ。ああ、どんどん高くなってるな。もうお金あるから、まあ、うん、知りたいな。ありがとうだぜ、兄ちゃん。じゃあ教えてやるよ、未満の居場所。まあ、せいぜい頑張れよ。ということはね、この台東区も終わりが近いということですよね。多分ここが最後のダートだと思うんで、要するに、本作も終わりが近いという感じですか。早速そこにミマンがいるな。あれ違った。これミマンじゃなかった。どこにいるんだよ、それ。うん、ここにいたよ。ここにいました、ミマン。低気圧のせいだろうか。頭が割れるように痛いんだ。え?本当に割れてるって?ギャー。いや、低気圧でね、頭が痛いって本当にあるからな。そんなところじゃないな。まだ宝箱取ってないんだよな。どこにあるんだ?こっから行けんのかな?いや、この上だな。あれ、待って。これはフラロース。フラロースの像がある。もらってっちゃおうかな。すさまじい経験値もらえるな。で、そうじゃなくて、この上なんですね。あ、待って、そこにミマンがいるな。君は今まで何体のミマンを見つけたんだ?せっかくだから全員見つけてね。これで何体目かな?
176体目だから、あと24体はいるんだろうな。あ、でここから上に来て、この先にあるのか宝箱は。何が出るかな。ギリ目からの捨て身、戦いの経典。いや、支援系のね、経典が欲しいんだけど、なかなか出てこないんですよね。あと2冊欲しいんだよな。アルテミスに使いたいんですよね。で、ここにね、宝箱が3つある。トールのうつせみ、ケルベロスのうつせみ、魔導書を参考。そういえばまだね、本作、トール出てきてないですね。トールって出てくるのかな、本作も。よし、じゃあ一通りね。あ、いやいや、まだそこにミーツがあるの。ミーツ取んなきゃ。うん、ここにミーツがありました。ミーツはね、欠かさず取っておきたいですね。ちょっと取り方がわかんないミーツがあるんだけどな。まあ、とりあえずはそんなところかな。じゃあちょっとね、インド支部の方に向かっていきましょうか。そこにもミマハンいるんだな。どこにいる？あ、ここにいました。強い悪魔の気配がビンビンしている。このダートは危険すぎる。ミマンの正体は、もうそれ以上何もないのかな。ナホビノに戻れなかった慣れの果てっていう話でしたよね。何なんだろうね。それが200体もいるんだ。この先から強力な悪魔の反応がある。注意して進め。いるんだろう。誰と戦うかな。バスキかな。あ、なんだあの赤い光は。もういいよ。あの赤い光何ですかね。バスキがいましたね、普通に。シバーじゃないんだ。貴様は、ベテル日本支部のナホビノではないか。うん。なるほど。王座を目指すため、鍵を探しに来たということか。ああ、始皇帝への神具の一つ、瞬間の鍵ならばここにあるぞ。うん、バスキが持ってるんだ。我らは王座に向かう気はない。ん？だが、シバ様以外が世界を作り変えることを許すつもりもない。あ、王座を目指してるわけじゃないんだ。鍵を守りながら始皇帝を目指す者どもを待ち、ここで時間を稼いでおった。のこのこと現れた貴様をほぐれば敵が一つ消える上、退屈しのぎになるならば、戦いは眠ったりであるな。インド支部としては、世界が滅ぼせればそれでよしっていう感じなんですかね。バスキね。まさかこんなに強い位置に。バスキが出てくるなんて。とりあえず万里のメガネかな。さあ見せてみろ。弱点は可変か。あ、いろいろやってきますね。あ、状態異常系の悪魔だなこいつ。いやらしいな。いや、可変ってないんですよ。可変スキルを持っている悪魔って今いないんですよ。やらしいな本当にな。そんでどうしようかな。まあ、カンナビを入れながら、まあ、しばらくはちょっと様子見というか、体制を整えていきましょうかね。あ、で、以前とアルテミスの場所ちょっと変えたかったの忘れてたな。あれ、誘惑かかったな。まあ、誘惑にかかるんだ。ダンバリオンは効くんだよね、OK。何をしてきますかね。メラメラしている。毒の液。防御力が下がった。毒にはなってない？ベノンハンド。待って、こいつなんでこんなにプレスターンがいっぱいあるんだ。待って、プレスターンいくつから始まったんだ今。すんごい動くじゃん。毒のダメージが怖いんだよな、このゲームな。下手したら死ぬからな。どうしよう、やぶさめショットで、ターンを稼いで、一旦ね、アムリタソーダか。このゲームね、毒を治すにしても何を治すにしても、アムリタを使うしかないんですね。解毒剤みたいなものが存在しないんですよね。そしたら、どうしようかな。残ダインをして、黄金のリンゴを使おう。
回復と、ステータスアップを兼ねてね。で、アルテミスでラスタキャンディ、これで一旦いいかな。巻き終わりましたね。4ターンもあるよこいつ。毒の液、あ、ウィークだし、毒ウィークだし、セクシーダンスやばいな。状態異常ばっかりやってくんじゃん。毒の液またやってくんのかよ。やめろ、それはすごいよく聞くな。主人公に、主人公弱点ないと思ったけど、毒弱点か。毒の弱点でもね、プレスターン取られてしまうんですね。一旦アムリタシャワーを使うか。アムリタシャワー幸いいっぱいあるんでね。オッケーオッケー。マガツカ会心使ってしまおうかな。きっちり4ターン使えるかどうか怪しいので、やってしまおう。会心を使って、どんどん弱点を狙っていきたいところ。大丈夫？あれが切れるな。デバフが切れてしまうな。1,2,3。まあいいか、とりあえず、弱点は取っ、プレスターンは稼いでいきましょうか。で、銀河劣勢剣。すげえ強えな、銀河劣勢剣。ほんで、剣剣メラクモ。で、ファイナルヌードを入れて、ああ、びっくりした。そっか。誘惑はミスか。で、ザンバリオンでいいかな。回復はいらないもんね。ザンバリオン。だいぶ削れましたね、この一ターンで。いや、プレスターン4つあるのしんどいな。オッケー。ああ、セクシーダンス。マガツヒを貯めてきたな。何してくるかな。あー、ヒステリービンタ。いや、マハビフダインしてきそうだな。今まで、まだ一回もやってきてないもんね。マハビフダイン。あー、どうしようかな。とはいえ、とりあえず、やぶさめショットしてほしい。ダメか。あー、どうしようかな。先にアムリタソーダ使っておこうか、主人公に。アムリタソーダ使っておいて。マハビフダインであれば主人公は効かないんだけど、念のため主人公はガードしておこうかな。何してくるかわかんないからね。それ以外何もできないな。ザンバリオンよりはハマバリオンの方がいいかな。どっちでもいいか。918。主人公さえ耐えてくれれば。ほら、マハビフダインしてくれた。痛いけど。痛いけど、やべ、セクシーダンス。状態異常が本当にうざったいんだけど、別。毒の液。問題ないっすね。これぐらいならね。で、とりあえずアムリタシャワー使ってしまおう、最初に。そうしたらうまくいけばこのターンで倒しきれるんだよな。もうちょいですね。もうちょい。で、点検村雲。もういけるだろう。バフの更新しなくていいや。ハマバリオン。こんなのいかが？オッケー。バスキ倒せました。厄介な相手でしたね、今回は。状態異常系の悪魔はやっぱり戦いづらいですね。あと主人公が毒弱点というのがちょっと想定外。これがナホビノになるということか。この力は危険だ。鍵をよこせ。瞬間の鍵を手に入れた。二つ目。シバ様、申し訳ありません。シバは出てこないんですかね。シバ本人は。バスキ死にましたね。息の根を止めた。あれ、天の座またなんかあれかな、違うのかな。鍵はあと一つね。最後の一つ。気を抜かず探しましょう。神の御座である始皇帝は、ほら、3本の柱で支えられた頂点にある。3本の柱とはすなわち瞬間、均衡、慈悲である。汝はその一つである瞬間の鍵を手に入れた。新たなる王となる者は他者の求めに応える受動性を持たねばならぬが、
そのためには自己に厳しくあらねばならぬ。甘えず甘やかさず常に厳しくあれ。あれ？あれ？何なんですかね。すごい女神っぽくなりましたよね。あんたまた変な顔してる。その困り顔最高。タオちゃんがすごい睨んでるけど、天の雑魚何なんだろう。そしてそこのね、これ流血じゃなくてこれ何なんだ。謎の入り口がある。どこかの別の空間に繋がっているようだ。この入り口からとてつもなく強大な悪魔の力を感じる。待って、何がいるの。シバーがいるとか。怖いな。ちょっとセーブしてから行こうかな。いや、セーブしてからというか、ちょっと一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、また続きはね、次回やっていきたいと思います。次回はね、ちょっともう一個、最後の一個ですね。おそらくオーディンと戦うのかな。まあ、オーディンと戦うんだと思うんですけど、戦ってもし時間に余裕があれば今の場所をもう一回行ってみたいですね。何がいるんですかね。強い悪魔の反応。まあいいや、もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。